日本語コンテペ日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日は第99回語学学習についてもう一度。はい。よろしくお願いします。ね、日本コンテペの時間ですね。え。 えー、できるだけですね。自然な日本語を通して、えー、少しずつですね中級から上級レベルにね、えー、なってほしいねそういう思いで始めたこのポッドキャストですね。はい実はですねもう99回ね九十回です。だから次回は100回ですね。ね一人ですけど皆さんもね心の中で手を叩いてください。 まあ心の中じゃなくていいですよ。実際手を叩いてもらってね、拍手をしてもらって構いませんよ。はい、<laughs> えですね、こうやっていつものように洗濯機が遠くで回ってますけどね、少し、こう、ーンってノイズがするかもしれない。そしてもう一つですね、もう一つ、夏になってね、ノイズが増えました。えー、これは扇風機ですね。扇風機を回してます。熱いんですね。で <laughs> まああの、マイクを使ってですね、これを。 ポッドキャストを撮ってるんですけどやっぱりあのマイクを使ってそして自分はあの耳にねイヤフォンつけてるでしょだから気づかないうちにね声が大きくな,な,なるんですね、はい、声が大きくなりますなのであんまりねこうまあ外近所の人にね迷惑がかからないように、えー、窓を閉めてますで窓を閉めてて撮ってると熱いんですねだから扇風機を回してる。 うん、エアコンないのかよって、ね、思う人もいるかもしれないですけどエアコンないです、ね、信じられない、ね、こう生まれて初めて生ま,れ、まあ、生まれて初めてかわかん生まれた時は、まあ、エアコンあったかなあ,あったでしょ多分ね日本ですから、はいえーまあ、東京でも東京で何回かな多分6回か7回ぐらい僕は引っ越しをしてます、ね、東京の中でね引っ越しを繰り返してます 引っ越しししをたたくさんしましたけどエアコンの、ね、ない部屋に住んだことはないいです、ね、エアコンいつもエアコンというのはエアコンディショナルですね日本では日本語ではエアコン、ね、エアコンとかそしてリモコン、ね、リモコンリモートコントローラーですねリモ,リモコンすぐねこういう省略形を使います、ね、リモコンエアコンファミコン、ね、ファミコン ファミコン海外ではね任天堂とか言いますけどファミコンファミリーコンピューターねファミコンって言ってましたでスーパーファミコンはスーファミ、ね、プレイステーションはプレステ、うん、プレステプレステ2とかねえー、とあとゲームボーイはゲームボーイですねゲームボーイとか言ってないですねゲームボーイはゲームボーイだったなあと、うん、なんかこう ゲームドラクエとかね、ドラゴンクエストはドラクエ。うん、とにかくいろいろ省略しますね。ドラゴンボールはドラゴンボール、ドラゴンボールはドラゴンボール。ね、えー、っと、ジョジョはジョジョね。ジョジョ、ジョジョ知ってます <laughs> えっと、まあ、省略するものってね、もうしないものがありますね、もちろん。ね、えー、まあいいや。で、<laughs> その、 えとエアコンじゃない、えっと、扇風機をつけながらね扇風機をつけて、えー、扇風機にね風を送ってもらいながら、えー、取り続けているそして今日は99回になりました「ね、日本語コンテペイ」99回素晴らしい、ね、何事もやり続けるのは大変です、ね、大変ですけどまあ目標は1000回かな <laughs> 目標は大きい方がいいですね はい、目標は大きい方があが頑張ります、ね、100回で終わりって言ってね、もう100回、100回もし第1回目の時に、僕が第100回まで頑張りますって言ってたら、もう目標達成しましたから、ね、100回の後どうする悩んじゃいますね、目標達成すると、次の目標をセットするのにはね、少しエネルギーが要ります。なんで 次はは目標は200回です、ね、で少しずつ目標を上げていくのも、まあ、いいとは思うんですけど僕は目標高くですね僕は個人的には目標をまず高く持って長い道のりを、まあ、楽しむ方が、あのー、目標をねどんどん、まあ、成し遂げられる簡単,な、あのー、簡単な目標をたくさん作るよりは僕はあのー、そっちの方が自分には合ってます、ね。人によっては まず、ね、目標を例えばあ例えば日本語の日本語検定でいうとまず目標をね、えー、日本語検定5級を取る、ね、で設定して5級を取ったらじゃあ次は4級を取る、ね、設定して次は3級を取るそして次は2級を取るで,で,で目標を達成したら次の目標をね、えー、作る人まあ多いと思います。 僕ははあんまりそれは好きじゃないなぜかというとまず目標をね設定すること自体が結構疲れるんですね。<laughs> まあ疲れるっていうかその例えば目標,目標日本語検定3級にしてで3級を取った後少しね目標を成し遂げてなんかちょっとこう,こうなんていうかな目標を成し遂げてしまうとこうふとね虚無に陥る虚無っていうのがこうなんかポカーンとね何もないような。 もうなんか目標を達成してなんかこうある意味ね達成されたんでう、まあ、嬉しいけど嬉しいことだけど少しねなんか気力がなくなる感じ、うん、虚無感と言いますねで虚無感っていうのはその何か目標を成し遂げたらね意外と人は落ちってしまうというねこういう,こう,いう、まあ、法則というかこういう傾向がありますね。なので目標をね成し遂げないっていうのはね 成し遂げられるような目標を立てないというのはねまあ虚無感に襲われることはないんでねそれはいいかもしれないなので僕の場合は割とですね高い目標を立てますねなので例えばスペイン語スペイン語の目標僕のスペイン語の目標はあのネイティブレベル、ね、もうこれしかない、えー、ネイティブレベルです、ね、まず語学学習、ね、語学学習というのはまずネイティブと同じレベルになる ここを、ね、目標にするんです。でネイティブと同じレベルってものすごい大変です。なぜかというとネイティブスピーカーたちはですね生まれてもうずっとやってるんですねそれを。そして今でもですね今でもずっとその言葉を使っているんですね。例えば僕がスペイン語をね毎日1時間勉強してたとしてもスペイン人は起きてる間ずっとスペイン語を使ってるんですね。スペイン語の勉強していると同じです。 ね、僕が1時間スペイン語を毎日聞いても他のスペイン人たちは多分寝る時間以外寝る時間を例えば8時間とすると残り16時間残りの16時間もうスペイン語を勉強しているようなものです、ね、だからその差はある意味ね広がっていく一方ただですねただですただまあ確かにあの途中からはですね反復です 途中から反復同じことの繰り返しなんで、まあ、多分スペイン人も、まあうんまあ、そうですね二十歳ぐらい20歳ぐらいかな二十歳ぐらい十八歳ぐらい、うん、人によってはもっと早い十六歳ぐらいからボキャブラリーも増えてないし、ね、文法も,もう同じものを使っているだけで、まあ、上達は止まっているわけですよね、うんまあ、人によってはねどん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 長く 生きれば生きるほどボキャブラリーが増えていくタイプのねそういうあの難しい本をたくさん読んでる、ね、人たちもいるかもしれないですけどほとんどの人はボキャブラリーも増えず、ね、ただあの反復リピートしてるだけなんであのそんなに差が開いてる開き続けてるわけではないですけど、えーま、そんな感じ <laughs> で今日はですね今日のトピック語学学習についてもう一度 話していいいきたいと思います語学学習ですねこうやって目標を立てて皆さんこう頑張っているわけですけど、えー、この一つ、まあ、大事な今日話しておきたいことがあの例えば日本語を勉強してますね皆さんは日本語を勉強しているそしてあの生徒ですね日本語を勉強している学習者生徒です。はい、で生徒が あ納得で、で納得しやすい勉強方法、ね、で生徒が納得,しやすい納得する勉強方法な、どういうことかというと、僕がです、ね、よく例えば中級,あの中級者の皆さんは、もうこういうポッドキャストとかをたくさん聞いて、あの僕みたいなネイティブスピーカーが話す、ね、日本人が話す日本語をそのままたくさん聞いて、真似をしてください、それが一番いいんです、ね。それが一番いいし え本もあもう少し読めるんだったらあ日本人が読むね簡単な本をたくさん読むで、えー、テレビとかね、えー、トークショーとか、まあ、映画とかアニメとかね漫画とかそういうものをコンテンツをたくさんたくさん消費する、ね、コンテンツをたくさん見,見たりね、えー、読んだりするそれが一番ですといつも僕は言ってます。でで、えー、にもかかわらずですね、えー、まあ初級の人はまあ わかるんですけど中級レベルでもまだまだねこのストラクチャーのあるあのクラス例えばコースですね日本語のコースを受けて学校日本語学校に行ってあの中級日本語みたいなねそういう教科書に沿ってしっかりや,やりたいとうんそういう人が多いね多いです。こここれはは別にあの悪いいいととではないんでなんんすがががつ言っておきたいことがあの皆さんが 皆さんが勉強したい方法と皆さんがね勉強したい方法あのだから学校学校ですね学校が教えるような方法そしがあの一番いいか一番皆さんが上達する日本語が中級から上級になるために一番いいかというと、まあ、それはちょっとはてなねハテな、それはちょっと僕は疑問がありますなぜかという,ですいう,いうとですね えーまあ、これは卵が先か、鶏が先かという話なんですけど、まあ、需要が先か、供給が先か、ね、こういうことです。例えばですね、例えば、まあ、分かりやすい例を言うと、あのー、まあなでもいいですよ、じゃコカ・コーラにしましょう、コカ・コーラ。ね、コカ・コーラはたくさん売れますね、でコカ・コーラはたく,さん売れたくさんみんな飲みますね、なぜかというと、なぜかというと、コカ・コーラがあのい,いろんなところで売ってあるから。 ね、コカ・コーラがコマーシャルしてねに皆さんをこう洗脳してるわけです。コカコココココカ・コーラ飲めコカ・カ・ーーーラララ飲飲飲めめめとねだからみんながコカ・コーラ飲むようになったのかもしくはやっぱりみんながね皆さんが、えーまあ、コンシューマーですねあの人々がですね皆さんが人々がコーラをコカ・コーラを飲みたいからあのお店とかそういうところはねコカ・コーラを えー、売るようになったり、ねえー、レストランとかに置,いていお置くようになったのかどどっっちちがが先先かこれはどっちが先なんでしょうだからまずコカ・コーラの会社があってもちろん会社があるのは先ですけどそういうところがいろいろなところにね営業に行って「コーラ置いてくださいコーラ置いてくださいコーラ置いてください」って言ったからコーラが増えたのかもしくはそれをね他のお店で飲んだ 人が飲んだ人がです、ね、別のお店に行って「コーラありますか?」って聞いて、えー、聞いたから、ね、皆さんがねそうコーラを「コーラないのコーラないのコーラないの?いのいの」っていつも言ってるんでお店がじゃあうちもコーラを置こうかとだからまあ需要が先か供給が先かですよねはいで今の例が分かりやすかったか <laughs> 分かりやすくないか分からないですけど、えー、学習ですね語学学習 例えば、日本語学習でも、えー、例えばですね、僕,僕が思うあの、こういうふうに勉強したら中級の人は上級に行けるんじゃないのかというね、勉強方法があります。にもかかわらず、やっぱり人によってはですね、僕はこういうふうに勉強したい、ね、そういうふうに生徒の需要があるわけですね、生徒の思い、生徒が考える、えー、勉強の仕方ねそれはまあ普通、えー、まあ、 うん、伝統的なねトラディショナルな勉強の仕方例えば日本語学校が使っているよな教科書、うん、そういうものを使って文法とか、まあ、ボキャブラリーをメインに勉強していく方法がありますでその生徒がですね、まあ、それを欲するそれをねあの先生にこうしてほしいこうしてほしいと言うんですねで先生もそれにまあアダプトしていく先生もそれに適応していくわけです学校ももちろん あの仕事ですからビジネスなんで生徒が求めるように教え始めるわけです。まあその結果その結果ですねどこの日本語学校も同じようにどの日本語の先生も同じような教科書を使ってまあ文法とかをねメインに中級者にもかかわらずあのたくさん話をするわけでもなく文法とかまああのちょっと古いね古典を使ったりね そういうなんかコテコテのですねちょっともう不自然な日本語の教科書をね不自然な文章ばかりの日本語の教科書を使って教えることにいく,いくつかのね何人かの生徒はそういうのが嫌ということでまたあ先生僕はあのもっとねオルタナティブな勉強の仕方がいいです。ね、僕はこういういにで わかるんですけどほとんどの人がねそれを求めてないのでそうするとね学校はやっぱりコンサーバティブな方法をこう守り続けるわけですちょっと難しいかな <laughs> ちょっと難しいですかね今日言ってることまあ僕が言ってるのはその僕が信じるね勉強の仕方っていうのはあるんですね、えー、何回も言ってるように中級の人はもうね、えー、上級になるためには自然な日本語をたくさん聞くのが一番です。聞聞聞聞聞聞いいいいいいて聞いて聞いて聞いててて えーまあ、真似をすするコ、ね、コピーです、ね、コピーペーーでペスね自分で考えるんじゃなくてたくさん聞いてたくさん聞けばこういうイントネーションとか発音とかですね話し方とか、ね、そういうのがあの自然に身についてきますでそうすると自然な日本語をね話せるようになります絶対なります、ね、絶対なるにもかかわらずやっぱりうんまあ教科書に戻る、ね、教科書の中の世界にねとどまってね 教科書の中の世界って本当に小さいですちっちゃい世界です、ねえー、まあ一つの教科書ね日本人の名前みたいなとこあのユニットがあって僕はそこを見たら日本人の名前ね佐藤田中、えー、佐藤くん田中くん、えー、何、えー、高橋さんみたいなねまあよくある名前ですけどそれ以外の方が たくさんんありますすからねこれを僕は言ってるんですだから教科書なんでもちろん代表的なねよくある名前を書いてるのかもしれないけど、まあ、これはメタフォーとして考えてるんですねメタフォえー、世界はねその教科書の中の小さい世界だけじゃないんです。ね。世界は本当に広い。ね。なので教科書日本語の教科書の中の世界だけにねとどまってなく外に出てください。ね。そこから一つ外に。ね。それはもう YouTube でも何でもいいんです。 コンテンテツがたくさんあります、ね、そういうのをたくさん聞いて、ねえー、勉強するでそういうやり方で、えー、日本語をね、えー、学ぶことはできますで先生もしマンツーマンの、ね、先生がいたら僕だったらね1時間中級者の人はもう1時間時間があったら先生とたくさん話をするのが一番です話をするとにかく話をするで文法の質問はしてもいいけど文法の質問をすることによって 先生は文法の質問の答えを、えーまあ、考えてね、えー、文法の文法というか文法のそうするとねなんかまたまたその日本語学習のねそのいわゆる狭い世界に戻ってしまうんですね、うん、僕はそれよりもあの本当に皆さんね自分のことを話せるようになってでそうするとね自然にこれは不思議なことで自然に文法も なのでですね今日言いたかったことはその学生が思う自分の満足度満足ねこういう勉強をしたいでその思いと実際そのあのもっとよく学べる方法には差がある、ね、そして先生としてもですねお金をもらって教えてるのであんまりね自分の思う方法を こうプッシュできないんですねなぜかというとそうすると生徒が逃げていってしまうのでここのジレンマがありますねこのジレンマがあるんですね僕もこうやって思ってますねこういう風に勉強したらいいただね生徒が勉強したい自分が勉強したいいや僕は先生僕はてっぺー僕はそういう勉強の仕方じゃなくて僕はねトラディショナルな感じで教科書を使ってね漢字をねたくさん覚えたりしたいです っっ言うんであれば僕はやっぱりそっちにアダプトしますなぜかというと、やっぱり仕事ですからね、ビジネスなんで、えー、いやいやいや、YouTube 見てたくさんとか言っても、生徒が逃げてしまうんで、ね、あの逃げるような生徒だったらね、そしたら、じゃあ一緒に漢字をやろうか、ね。漢字なんてね、一人でやるもんなんですよ、一人で。ね、漢字なんて先生と一緒にやるもんじゃないんですね。<laughs> 漢字なんて一人でガンガンたくさん書けばいいんです、家で。 ね、だから先生に教わるようなもんじゃないですよねなで、あので、ーまあ、ここはちょっとね第99回にして少しねまたあの文句みたいになってしまいましたねでもそのやっぱ語学学習というのは何のために僕たちはね語学を勉強しているかまずそこに戻った方がいいと思いますなぜ語学を勉強しているかというとやっぱりネイティブとね 対等にネイティブと話ができるように話ができるね意見交換ができるように,、ね、ようにコミュニケーションが取れるようにやってるわけですねなので中級以上の人はもう早くその日本語学習というねフォーマットから出て、ね、広い世界へ飛び立ってください。それではまた皆さんチャオチ